アイテム番号、SCP-343。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-343 はサイト17の最小限の警備が付けられた 6.1 メートル平方、20ft 平方の部屋に住んでいます。要求されたものはどんなものでも支給せねばならず、毎日最低1人の職員が訪問しなければなりません。さらなるセキュリティや安全予防措置を追加する試みは、SCP-343 の性質のため不可能であり不必要です。概要参照。説明、SCP-343 は見たところ人種不明の全知全能のように見える男性です。SCP-343 はプラハの街道を歩いているところを発見され、街道から消えて屋上に現れたところを目撃された後に引き止められました。SCP-343 は収容することが不可能ですが、彼の部屋に喜んで留まってくれています。メモ参照。ほい、343、1。スタッフから口語的に、神、とあだ名された SCP-343 は、観測するものによって顔の造形に違いがあるものの、年上の男性であるように見える。彼と私の最初の会話で、彼は率直に自分が世界の創造者であると主張した。私が彼にそれを証明するよう頼むと、彼は笑いながら部屋の壁を歩いて通り抜けて、数秒後にハンバーガー片手に帰ってきた。私が二度目に訪問した時、以前は裸同然だった部屋は、ゴーゴーと燃え盛る暖炉まで完備した、古式英国風の高級家具で飾られていた。部屋は外部から見るより何倍も大きいように見えた。SCP-343 は人々と話すことを大いに楽しみ、すべての話題に対しての知識を有しているようだった。SCP-343 の元を訪れることはここのスタッフの日課になり、すべてのスタッフが訪問の後多大なる幸福感を覚えると報告している。部屋を監視する役目の警備員が自らの職務を放棄した、理由を聞かれると肩をすくめるか、あんたも彼が来客を好んでるのを知ってるだろ、と答えた、ので。レベル3クリアランス以下の職員で封鎖する試みは失敗に終わった。今のところ SCP-343 は無害であるので、すべてのスタッフに接触の許可が与えられた。これからはどんな時でもスタッフが会いたいと思った時間に彼と会うことができる。現在のところ、SCP-343 とのさらなる質疑が進行中で、私はこのレポートを公開したままにしておくことにする。ベック博士。警告、セキュリティクリアランスレベル4かそれ以上のものの以下を閲覧可能。ほい、343、2。文章343、1A について、入手できるもしくは表面上存在する関連記録は存在せず。同様にベック博士や SCP-343 と共にこれまで働いた博士のすべての記録も消失し、現在は一切存在していないものと思われる。文章について質問されたすべての職員は文章343、1A について知らないと答え。博士なる人物とは一度も会ったことはないと主張した。関連する事柄で、上級幹部であるベック博士は、やる気のないセクションの士気を高めるために、より高頻度の職員の配置転換を要求した。これは非常に奇妙な要求で、さらなる調査の対象とされた。このセクションのより良い健康、より良い職務満足度と低い死亡件数という他の地域にはない特性により、要求は承諾されることになった。この対象に対する調査はオフアイブの命令によって現在凍結されている。ほい、343、3。博士のネットワークドライブの日常点検により、年、月、日に回収された記録。文章、343、1A。データ欠落、データ削除済み、現在。データ欠落、や彼らの目的について。SCP-343 の、訪問者、は質問されている?データ欠落、他の SCP に関する質問は今後。データ欠落、博士の指示。データ欠落。文章、343、1B。データ欠落、明らかに私の指示が消滅している。B、
データ欠落、博士、私はもうこれ以上は容認できな。データ消失、他氏のすべての記録と要求は、上層部から全く注意されなくなった。私は明日 SCP-343 と対面する。署名博士、